先生、健康診断で血圧が高いって言われたんです。ネットで調べたら、いろいろと怖い情報があって。でも、薬は飲みたくないんです。どうにかして、自然に血圧を下げる方法はないんですか？高血圧は、確かに、多くの健康リスクを伴いますが、まずは落ち着いてください。薬に頼らずとも、生活習慣を見直すことで、血圧を改善する方法は、多くあります。今回は、そういった内容を、わかりやすく説明しようと思います。本当ですか？ありがとうございます。先生の解説はいつもわかりやすいです。先生の YouTube チャンネルのことを少し教えてください。はい、この YouTube チャンネルでは医療や健康に関する疑問をわかりやすく解説しています。高血圧や糖尿病など生活習慣病のことを中心に動画を配信しています。ぜひチャンネル登録をお願いします。動画の内容が少しでも気に入ったら高評価ボタン、いいねボタンをお願いします。SNS でのシェアもお願いします。わかりました。今すぐチャンネル登録をしました。先生、ところで、もし高血圧をそのままにしておくと、具体的にどうなってしまうんですか？高血圧というのは、サイレントキラーとも言われます。なぜなら、重大な健康問題を引き起こす前に、自分ではあまり症状を感じないからです。ですが、高血圧を放置すると、多くの健康リスクが生じます。一番心配なのは、心臓病や脳卒中などの生命に関わる疾患のリスクが非常に高まることです。血圧が高い状態が続くと、心臓や脳への負担が増大し、最悪の場合、突然死に至ることもあります。突然死ですか？それは、怖いですね。はい、それだけでなく、心臓に負担がかかり続けることで、心不全を発症するリスクも高まります。また、脳への影響としては、高血圧が原因で、脳血管が破裂し、脳出血を引き起こす可能性もあります。脳出血や脳梗塞になると、麻痺が出て、その後の生活に支障が出たり、歩けなくなってしまうことがあります。誰かに介護してもらわなくてはいけなくなるかもしれません。脳出血も怖いですね。他にはどんなことが起こるんでしょうか？高血圧は腎臓にも悪影響を及ぼし、腎機能の低下や腎不全につながることもあります。さらに、目の中の血管へのダメージによって視力問題を引き起こすこともあるんですよ。このように高血圧は全身の血管に悪影響を与え、多くの合併症を引き起こす可能性があります。全身に影響があるんですね。でも、薬は飲みたくないんです。では、どうすればこれらのリスクを避けられるんでしょうか？今日は、それを解説しようと思います。薬に頼らず、血圧を下げる方法8選。お願いします。薬に頼らず、血圧を下げる方法8選。一つ目は、減塩です。はい、塩分と血圧って、どんな関係があるんですか？確かに、塩分の摂取量は、血圧に直接影響を与えます。体内で塩分が多くなると、それを薄めるために、体が水を保持しようとします。結果として血液の量が増え、血管にかかる圧力が高まるので、血圧が上昇するんですよ。なるほど。だから減塩が重要なんですね。でも、どうやって減塩したらいいですか？何かテクニックはありますか？良い質問ですね。減塩テクニックとしては、まず食事の際に、テーブルに塩を出さないようにすることから、始めましょう。味付けには、ハーブやスパイスを利用して、塩の代わりに風味を加える方法もあります。また、加工食品や外食では塩分が多く使われていることが多いので、自炊を心がけると良いですよ。外食が多い人は、まず外食を減らすことが大切です。外食を減らして、自炊にチャレンジするのは難しそうですが、健康のためならやってみます。ハーブやスパイスはどんなものを使えばいいんですか？例えば、ニンニクや生姜、バジル、ローズマリーなどは、料理に風味を加えるのに役立ちます。それらを使って塩分を控えた健康的な料理を作ることができます。ありがとうございます。やってみます。薬に頼らず血圧を下げる方法8選。二つ目は減量です。先生、どうして体重が血圧に影響するんですか？それは非常に重要なポイントですね。体重が増加すると心臓はそれだけ多くの脂肪組織に血液を送る必要があるため、より一層働かなければなりません。これが血圧の上昇につながるのです。ですから、適正体重を保つことは、血圧を下げる上で非常に有効なのです。じゃあ、ダイエットが必要ってことですか？どんなダイエットをすればいいんでしょう？ダイエットといっても、急激な食事制限はお勧めしません。大切なのは、バランスの良い食事を心がけることです。例えば、野菜を多く取り入れ、白米よりは玄米や全粒穀物を選ぶ、脂肪分の多い食品は控えめにするなど、日々の食事の選択がポイントになります。玄米や全粒穀物って普通のスーパーでも買えますか？もちろんです。最近は健康志向の商品が増えているので手に入れやすくなっていますよ。
また、肉よりも魚を選ぶ、食事の量よりも質に注目するなど、小さな変更から始めてみるのがいいでしょう。食事の質に注目するって、具体的にはどういうことですか？例えば、高脂肪のおかずよりも、蒸し野菜やサラダ、豆腐などの低脂肪で、栄養価の高いものを選ぶことです。これによって、食べ過ぎを防ぎつつ、必要な栄養を取り入れることができます。定期的な運動習慣ももちろん大切です。なるほど、理解しました。食生活を見直すことから始めてみます。ありがとうございます、先生。薬に頼らず血圧を下げる方法8選。3つ目は、運動です。先生、運動って本当に血圧に効果があるんですか？運動が苦手なんです。家でできる簡単な運動ってどんなものがありますか？はい、運動は血圧を下げるのに非常に効果的ですよ。定期的な運動は心臓の効率を良くし、血液循環を改善します。これによって血圧が自然に下がるんです。家でできる簡単な運動としては、ストレッチやスクワット、腕立て伏せなどがあります。これらは特別な器具がなくてもでき、毎日のルーチンに取り入れやすいですね。そうなんですか。でも、運動といっても、どのくらいの強度で、どのくらいの時間やればいいんでしょう？良い質問ですね。最初は無理をせず、軽いウォーキングから始めて、徐々に活動量を増やしていくと良いでしょう。例えば、毎日30分の早歩きをするだけでも、血圧には大きな変化が見られます。そして、週に2から3回は、少し強度の高い運動を加えると、より血圧の改善が見込めますよ。小さなこと、あなたでもできる少ない回数や、強度から始めてください。なるほど、毎日30分の早歩きですか。それならできそうです。他に、家でできる運動はありますか？はい、例えば椅子に座ったままでできる、レッグリフトや、テレビを見ながらできる、アームサークルなどがあります。小さなこと、あなたでもできる少ない回数や、強度から始めてください。運動を継続することで、きっと、良い結果が得られるはずですよ。それはいいですね。試してみます。ありがとうございました。薬に頼らず血圧を下げる方法8選。4つ目は、アルコールです。先生、確かに、お酒は血圧に悪いって聞きますけど、どうしてですか？飲むのを完全にやめないといけないんですか？お酒と血圧の関係は、とても密接です。アルコールは、血圧を一時的に上げる作用があり、それが習慣的な飲酒となると、血圧が常に高い状態を保つことになります。ただし、すべての人が完全に禁酒をしなければならないわけではありません。大切なのは、飲酒の量を管理し、健康的な飲酒習慣を身につけることです。具体的にどんな飲酒習慣を意識すればいいんですか？例えば、1日のアルコール摂取量を、男性であれば、おおむね普通サイズのビール2缶以内、女性であれば、1缶以内に抑えるといいでしょう。また、飲酒日を週に数日に限定し、残りの日はアルコールを取らないノンアルコールデー、を設けるのもおすすめです。ノンアルコールビールは、大丈夫ですか？はい、ノンアルコールビールは、アルコール分が含まれていない、または、極めて少量しか含まれていないので、血圧に与える影響は、ほとんどありません。それでお酒の代わりになるなら、良い選択肢ですね。なるほど、お酒を飲む量を意識することが大切なんですね。飲みすぎないように気をつけます。その意識がとても大事です。適量の飲酒は、リラックス効果もありますから、楽しむことも重要です。ただし、健康を害しない範囲でですよ。大好きなお酒を減らすのは、寂しいですが、頑張ってみます。薬に頼らず血圧を下げる方法8選。5つ目は、野菜や果物を食べることです。野菜や果物をたくさん食べるのは、どう効果があるんですか？実は、野菜や果物をたくさん食べることは、高血圧を下げるのに大変効果的です。野菜や果物には、カリウムが豊富に含まれていて、カリウムは、体内の余分なナトリウムを排出するのを助け、血圧を自然に下げる効果があります。カリウムが豊富な食品って、具体的にどんなものがありますか？例えば、バナナ、オレンジ、トマト、ジャガイモ、豆類などが、カリウムを多く含んでいます。これらを、毎日の食事に取り入れることで、心臓に優しい食生活を送ることができますよ。そうなんですね。でも、野菜や果物って、結構お金がかかりそうですよね。確かに、野菜や果物は、少し値が張ることがありますが、季節のものを選んだり、地元で採れた新鮮なものを、市場や直売所で購入すると、コストを抑えることができます。また、栄養価が高いので、少量でも、その効果を感じることができるんです。新鮮な野菜や果物を探してみます。他に心臓に優しい食べ物はありますか？オメガ3脂肪酸が豊富な青魚もおすすめですね。鮭やサバなどは定期的に食べると良いでしょう。また、全粒穀物やナッツ類も心臓の健康に良いとされています。バランスの良い食事を心がけることが最も大切ですよ。なるほど、いろいろと試してみます。ありがとうございました。先生のアドバイスで健康に対する不安が少し和らぎました。
薬に頼らず血圧を下げる方法8選。6つ目は禁煙です。先生、タバコを吸うのも血圧に悪いんですよね。でも禁煙は本当に難しくて、どんな影響があるんですか？はい、喫煙は血圧に悪影響を及ぼします。タバコに含まれるニコチンが血管を収縮させるため、一時的に血圧が上昇します。さらに長期的には血管の硬化を進行させ、心臓病や脳卒中のリスクを高める原因となります。それは怖いですね。でも禁煙、何度も失敗しているんです。禁煙は簡単なことではありませんが、成功するための戦略があります。まずは喫煙する環境を避け、タバコに頼る代わりに他のストレス解消法を見つけることが大切です。例えば散歩をしたり深呼吸をしたりすることで、禁煙時のイライラを和らげることができますよ。なるほど、他のストレス解消法を見つけるわけですね。他にはどんなことが効果的ですか？禁煙外来を利用するのも一つの手です。専門の医師やカウンセラーのサポートを受けながら、ニコチンパッチやガムなどの代替品を利用して徐々に禁煙を目指します。また禁煙に成功した人の経験談を聞くこともモチベーションを保つのに役立ちます。禁煙外来ですか？一度相談に行ってみようかな。友達にも禁煙できた人がいるので話を聞いてみます。そうですね、他人の成功体験は大きな励みになります。禁煙は血圧を下げるだけでなく、全体的な健康状態を改善する素晴らしい一歩です。挑戦する価値は十分にありますよ。先生に期待されると何でもできる気がしてきます。ありがとうございます。薬に頼らず血圧を下げる方法8選。7つ目は睡眠です。先生、睡眠って血圧にも関係あるんですか？良い睡眠をとるためにはどうしたらいいですか？はい、実際に睡眠と血圧は密接に関連しています。質の良い睡眠は血圧を安定させ、心臓病のリスクを減らすのに役立ちます。睡眠中には血圧が自然に下がるべきなのですが、睡眠の質が悪いとそのプロセスが妨げられ、血圧が高い状態が続くことがあります。そうなんですか。ではどうすれば良い睡眠が取れるようになるんでしょう？良い睡眠を取るためには、まず定期的な就寝時間と起床時間を設けることが重要です。体内時計を一定に保つことで、より深い睡眠につながります。また夕方以降のカフェインの摂取を避け、寝室を暗く静かで快適な環境にすることも効果的です。カフェインはダメなんですね。それと部屋の環境も整えると。その通りです。加えて寝る前のスマホやテレビを見る行為も睡眠の質を下げる原因とも言われています。寝る1時間前には電子機器の使用を控えることをお勧めします。リラックスできる習慣、例えば軽いストレッチをする、瞑想をするなどを取り入れると良いでしょう。入浴は寝る約2時間前に済ませておきましょう。スマホはなかなか手放せないですが、試してみます。ストレッチは簡単にできそうですし、瞑想も興味があります。ぜひそうしてみてください。個人的には瞑想はとても効果があると思います。睡眠は高血圧管理のためだけでなく、全体的な健康にとっても非常に重要ですから。良質な睡眠をとることで、日中の活動にも活力が出て、血圧の改善にもつながりますよ。ありがとうございます。先生の解説はとても勇気づけられます。薬に頼らず血圧を下げる方法8選。8つ目はストレスです。先生、仕事のストレスがすごくて、それが血圧にも悪いんじゃないかと心配しています。ストレスって体にどんな影響を与えるんですか？ストレスは血圧に大きく影響を及ぼす可能性がありますね。ストレスがかかると、体はアドレナリンなどのストレスホルモンを放出し、それが血管を収縮させ血圧を上昇させます。長期間ストレスが続くと、その状態が常態化し、高血圧を引き起こす原因になることもありますよ。それは良くないですね。では、どうすればストレスを減らせますか？ストレス解消にはいくつかの方法があります。まずは、リラクゼーションのための深呼吸や瞑想を試してみるのがいいでしょう。それから趣味や運動を通じて気分転換を図るのも有効です。また十分な睡眠をとることや良い人間関係を築くこともストレスを軽減するのに役立ちます。趣味を見つけるのもいいですね。具体的にはどんな趣味がいいんでしょうか？人それぞれ合う趣味は違いますが、例えば音楽を聴く、絵を描く、ガーデニングなどリラックスできるものがおすすめです。大切なのは自分が心から楽しめてストレスを忘れられる活動を見つけることです。なるほど、それなら私にもできそうです。仕事の後にリラックス時間を作ってストレスを管理していきたいと思います。素晴らしい心がけですね。ストレスは完全になくすことは難しいかもしれませんが、上手にコントロールすることで血圧に与える影響を最小限に抑えることができます。瞑想がストレスを軽減させると聞いたことがあります。先生はいかがでしょうか？はい、
私も瞑想やアファメーションを日常的に取り入れていますよ。とても効果を感じています。先生がそう言うならば、私もやってみようと思います。先生と話すと前向きになってきます。そう言ってもらえると嬉しいです。先生、今日はいろいろと教えてくださってありがとうございます。これからどうすればいいですか？何か最後にまとめのアドバイスはありますか？はい、今日お話したことを簡単にまとめましょう。血圧を下げるためには日々の生活習慣の改善が非常に重要です。具体的には食生活の見直し、定期的な運動、適度なアルコール摂取、たくさんの野菜と果物の摂取、禁煙、良質な睡眠、そして効果的なストレス管理です。これらの生活習慣は一度に全てを変えるのではなく、少しずつ取り組むことが大切です。例えば今週は食生活に注意を払い、来週は運動習慣を取り入れるなど段階を踏んでいくと良いでしょう。なるほど、少しずつ改善していけばいいんですね。でも一人で始めるのはちょっと不安です。その気持ちはよくわかります。ですがあなた一人ではありません。家族や友人に支えてもらい、必要であれば専門家の助けも求めましょう。そしてこの YouTube チャンネルも情報源としてご利用いただければと思います。視聴者の皆さんには今日お話したことを実生活に取り入れて健康な毎日を送っていただきたいです。ありがとうございます先生。家族にも相談してまずはできることから始めてみます。素晴らしいですね。行動を起こすことが健康への第一歩です。不安や疑問があればいつでも相談してください。皆さんも今日の話を参考に、少しでも血圧を下げる一歩を踏み出してみてはいかがでしょうか。健康な未来のために一緒に頑張りましょう。